フィネス、細かさや巧妙な様など繊細さを意味する言葉だ。現代のバスフィッシングシーンにおいてフィネスフィッシングは欠かせないテクニックとして認知されている。ライトリグを細いラインのスピニングタックルで操り、ハイプレッシャーにさらされるバスに口を使わせる。最近このスタイルに新たな流れが生まれた。ベイトフィネス。これまでスピニングでしか扱うことの難しかった5グラム前後のライトリグが、ベイトリールの性能が進化したことによってストレスなく操作できるようになったのだ。惜しかった。フィネスフィッシングでは攻めきれなかったポイントの攻略やビッグバスとの強引なやり取りなど、短所を補いかつ強力な長所を手に入れた。バスフィッシングに革命をもたらすベイトフィネスの実力を垣間見る。皆さんこんにちは、小野敏郎です。今日はね、ベイトフィネス、そういうテクニックについて、ちょっと説明したいと思います。一言でベイトフィネスを説明すると、ベイトタックルで、フィネスリグを扱うと、たったこれだけのことなんですよ。要はフィネスタックルっていうと、通常皆さんがね、スピニングタックルで使うような、例えばね、こういうインチワッキー、ジグヘッドワッキー系のリグだったり、ノーシンカーだったり、あるいはドロップショットだったり、本当にライトリグですね、ワームを中心とした、ライトリグ、今までのベイトタックルでは非常に投げにくかったですね。それが、スピニングを使う最大の理由だったと思うんです。ところがですね、ベイトリル自体の性能っていうのが非常に上がってきたんですよね。要は、さっき言ったような 5g を切るような軽いリグでも、もうスピニングしか、投げられなかったような領域のウェイトのルアーでもベイトタックルで投げられるようになった。こういうタックルの進化が、ベイトフィネスっていう新しいテクニックっていうのを生み出したんです。それではベイトタックルでのフィネスフィッシングにはどんなメリットがあるのだろうか。ベイトを使う最大のメリットっていうのは、一つはスピニングに対してより太いラインが使えるってことなんですね。実際僕で言うと、スピニングで一番太いラインっていうのは5ポンドぐらいまでですね、使うのはね。6ポンド7ポンド、使えないことはないですが、使うとどうしてもね、糸癖がついたり、あるいは糸よれの原因になったり、ライントラブルの非常に大きなリスクを伴ってしまう。ベイトで言えば8ポンドあるいは10ポンドといったね、太めのラインを使ってもスピニングのようなライントラブルにはつながりにくい、こういった部分があるんですね。ラインが細いとどうしてもラインブレイクっていう、魚を逃しちゃうね、リスクを伴うものが、太いラインを使うことによって、確実にランディングできる、こういったメリットがあるんですね。あとね、もう一つベイトタックルを使うメリットで非常に大きい見逃せないメリットがあるんですね。それはズバリアキュラシーです。ある程度こうベイトキャスティングリールを使った時の投げ方に、慣れてくると、これね、ベイトのがね、キャスティングが楽なんですよ。要は狙ったところにピタッとコントロールして、アキュラシーが増すんですね。ピンポイントでキャストしなきゃいけないようなシチュエーション、例えばオーバーハングの下だったり、あるいは杭の際に落とすような時、そういう時にこのベイトフィネスのタックルを使いますよね。太いラインを使うことによって、ビッグバスがいる場所、さらにはビッグバスが多く潜むカバーの奥、これを攻略することができるようになるんですよね。例えばブッシュの周りだったり、あるいは大きな杭が立ってるすぐ横だったり、岩の影だったり、どうしてもね、障害物の際っていうのをギリギリ狙うことになると思うんです。ところがスピニングタックル、そういう障害物周りでビッグバスをかけるのはいいんですけれども、かけた後は大変なんですね。バスはフックアップするとそういう障害物の奥に逃げようとするんで、ラインブレイクっていうのが頻発しちゃうんですね。ところが、ベイトフィネスのタックルを使うと、ラインは8ポンド以上です。ですから、ある程度強引なやり取りっていうのができる。要はカバー際でかけてもそれだけランディングの率っていうのは高まるんですよね。ですから、これはボートからでもあるいはおかっぱりからでも一緒だと思うんですけども、ビッグバスを狙うとき、そういうカバー周りを狙うとき、あるいはね、そのフィールドのバスのアベレージサイズが大きいときに
このベイトフィネスタックルっていうのは非常に効果を発揮します。ベイトフィネスの進化を実証するために選んだのは、身近なフィールドの代表といえる野池。手軽なだけにフィッシングプレッシャーは高いが、ベジテーションやオーバーハングなどポイントには事欠かない。小野さんはまずひときわ目立つ流れ込みから攻めることにした。もちろんライトリグ、ストレートアームの猫リグ、笹の藪を漕ぎ進む。やっぱりはまず岸際に立たずに、ちょっと離れたところからできるだけ攻めるって感じですね。岸近くのバスになるべく気配を悟られないように、離れたところから静かにアプローチする。徐々に本命のスポットへ近づいていく。しくったぞ。しゃ。おりゃー、一発ですね、流れ込み。ベイトフィネス。イエーイ。これは驚きだ。ベイトフィネスの実力を証明するには十分ないきなりのビッグバス。ライトリグ、8ポンドラインだからこその技だと言える。これから、夏の時期にかけて、やっぱりフレッシュな水を求めて魚が集まってくるんですけども、こういうちっちゃい流れ込みですよね。こういうところを、探ると食ってくると。ただこういうポイントっていうのはものすごく目立つじゃないですか。だからもう本当にアングラがね、毎日のように入れ替わり立ち替わりこう攻めていく、そういった意味ですごくプレッシャーが高いんですよ。でさらに、今そこに隣に木が見える、ブッシュが見えると思うんですけども、こういう障害物があったり、あるいはこういうコンクリートの角があったり、要はライトリグを、使いたいんだけれども、カバーが多いんでライトラインだとどうしてもラインブレーク切られてしまう、そういうリスクもあるといったところで、このベイトフィネスの登場なんですよね。要は太めのラインでライトリグを使うことによって、今本当に野池としては本当にビッグフィッシュ、いいサイズの、43種の魚だったと思うんですけれども、そいつも確実にランニングできると。しかしベイトフィネスはこれだけにあらず、この後メソッドの全容が明らかに。理想のロッドアクションにねじれは大敵でした。新構造ロッドテクノロジースパイラル X、 カーボンテープを X 状に巻き上げねじれを追放しました。芯から強くなれ、シマノ。期待と待ち焦がれた出会いと、豊かな自然と豊かな時と、あの興奮を、あの感動を、釣りが私たちにもたらしてくれるもの、シマノ。ベイトフィネスタックルオンリー、ビッグバスを狙って野池を攻めている小野さん。またまた藪の中へ。うわ、あるあるある、すごいなこれ。目の前ほら流れ込み見えるでしょ。これポイントです。勢いよく流れ込んでいる先にはゴージャスなブッシュ、一級ポイントだ。少しだけ。まずは手前から攻めていく。
ここにもカバーがあってこういう中に入れる。これは結構いいね。こういうところで切ったら相当いい。ライトラインでは太刀打ちできないブッシュの中、しかも擦れたバスに口を使わせなければならない。スピードフィニッシュですね。レゴリグです。こいつを8ポンドラインでやるんですが、結局こういうカバー周りをどうしてもね、あのバスがいるんで狙っていくんですけども、全然安心感が違うんですね、やっててね。やっぱりライトリグじゃ食わないようなところ、まあまあジグとかテキサスとか本当ヘビータックル使えればいいんですけれども、まあ、こういう本当にいかにもいいポイントっていうのはどん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 人が攻めてくるんで、なかなかそういうヘビータックルでは口を使わないような状況がね、日本のフィールドだとどうしてもある。まあ、そういうところでライトリグを使うんだけれども、ベイトフィネスを使えば、まあ、よりランディング率も上がるし安心して釣りができるという感じですね。よし、食った。一発カバー際でも安心してやり取りできますね。貝の池サイズ。うりゃ。ベイトフィネスならではの一匹。食わせ重視でも際どく攻められる。それを可能にしているのがベイトフィネスに特化したスペシャルリール、アルデバラン BFSXG だ。もう本当にベイトフィネス専用のリール、まあ、このアルデバラン BFSXG という名前のリールなんですけども、ベイトフィネスシステムの専用のノウハウっていうのが大幅につぎ込まれたリールなんですね。まずはこのスプール、これはねスプールに関しては基本的に、夢屋の BFS スプールっていうのがメインです。マグネシウム合金の非常に軽いスプールで、軽量なルアーも飛ぶっていうのが、まあ、ベースなんですけれども、まあ、さらに SVS システムが、まあ、リニューアルされました。このね、ブレーキシュー見てもらえば分かると思うんですけれども、中型と小型のブレーキシューを組み合わせて、全部で8つのシューですね、これをオンオフを組み合わせることによって、まあ、さらに調整範囲の広い、まあ、細かいブレーキセッティングができる、まあ、本当にルアーに合わせた、ね、ブレーキセッティングができるので、軽量ルアーもより遠くに投げやすく快適に投げることができる、まあ、こういったメリットがあります。まあ、さらにですね、この本体自体にも大幅なモディファイが加えられています。でそれは何かというと、全体的にね、ギュッとコンパクトになったんですね。これノーマルのアルデバランと比べてもらって、もう一目で分かると思うんですけども、まあ、非常にコンパクト化されてるんですね。ギア比の方もなんと8対1というシマの最速のギア比、これが、搭載されてるんですね。ですからライトリグで、要はピックアップして次のキャストに移るような手返しも大幅にアップするという、まあ、まさにねベイトフィネスの釣りにはもう完全無欠の理由っていうのが、このアルデバラン BFSXG と、まあ、そういうふうに言えると思います。次に攻めるのは護岸されている開けたオープンウォーターのポイント。こういうオープンウォーターの場所でも、まあ、ひしもとかね、ああいうシェードにバスがつくんで、まあ、ピッチングあるいはキャスティングで狙っていくんですね。で同じブレーキセットのままちょっと遠くてもフルキャストでライトリーがバンバン飛んでいくっていう感じです。もう一回ボイルした、ボイルした。右手一本で一日操作するんですよね。要は左手でハンドル巻かなくても、このコアフィットボディすごくコンパクトで、まあ、ドラグローブの位置なんかも5ミリぐらい手前に寄ってきてるんで、こう中指でねこう弾いて操作ができる、リーリングが。だからわざわざ手をつかなくてもシェイクして、まあ、わずかなラインスラックを取るレベルであればもうこう、まあ、あるいはこう
木とかね障害物を越えてきてもう一回フリーフォールすると、クラッチをこう切ると、切って戻すときはまた中指一本で操作できるっていう、まあだからすごくこう小技を利かした釣りに向いてますよね。できるだけやってシェードを狙う。まあ、暑いね、日陰にバスいる。こういう野池なんかだとこういう角がいいですよね。変化にやっぱつくんで、あ、小さいバスだな。可愛いこんなのがあそこにスクールしてる。反対側のカバーとオーバーハングを攻める。足元のシェードとかこういうカバー絡みのところは結構バカにできないところです。意外といたりするから。ちょっと垂れた枝のちょっとしたオーバーハングの下です。おかっぱりは足場が決まってしまうので、ライトリグを狙った通りキャストできるキャスティング性能は非常に重要だ。ちょっと届きにくいようなところはこうオーバーハングキャスト。ひとしきり攻めたが反応がないので方針を変える。さらに飛距離とでかいバス狙ってちょっとルアーのボリューム上げます。シザーコームですね。これでワームトータルの重量とボリュームを上げて、まあ、でかいバスによりアピールさせて、まあ、飛距離も出すという感じですね。こいつも同じくワッキーでちょっとやります。それに合わせてブレーキのセッティングも変更する。8つのブレーキ周でコントロールするようになってます。で今僕は 1,2,3,4,5,6,7 個これオンになって、まあ、結構ブレーキ効くようになってるんで、今飛距離を出すために一気に減らします。 1,2,3 4つオン状態に今しましたね。そうするともう全然ブレーキのフィーリングが変わってきます。もう全然弾道も低くなるんで、で、まあ、さらに飛距離を伸ばしたい。今投げて、まあ、もうちょっとこの重量のあるルアーだとブレーキをソフトな設定、要は効かない方向に行けるなって今感じたんで、まあ、4つをさらに1個減らして3つしかオンじゃない状態に変えますね。これでまあ飛距離もちょうどいい感じになりましたね。弾道も十分に低いし飛距離が出るような感じですね。極まで届くようになりました、まあ、こんな感じで、まあ、フィールドで、まあ、簡単に、まあ、ワンタッチでサイドプレートが外れるんで、まあ、それで調整して、まあ、さらに細かい調整ができるようになったっていう、まあ、そういうメリットもこの BFSX-G にはあります。細かいセッティングはもちろん重要だが、全体のタックルバランスが崩れていたら全てが台無しになる。今日はメインに、まあ、見て分かる通りこうワッキースタイルの、まあ、リグを使ってるんですけれども、このリグの最大の欠点っていうのは、まあ、ものすごくよく釣れるんですけど、キャストの時に右切れしちゃうんですよね。ベイトだとどうしてもしっかりとロッドを曲げてロッドの弾力で投げないと、まあ、飛距離が出ないんで、まあ、そういう投げ方するんですけども、そうするとどうしてもこの引っ掛けてるところ、まあ、わずかちょんがけでねこうかけてるだけなんで負担がかかる、まあ、それで右切れしちゃうというところでどうしてもそれでトラブルがあったんですが、まあ、今回ね要はもうグロリアスなんかも BFS 専用の、まあ、ベイトビネス専用のロッドっていうのがデザインされてて、まあ、今日使ってるのは、まあ、おかっぱりで、まあ、ロングディスタンスキャストも、頻繁に行うんで BFS の68のロングディスタンスというロッドを使ってるんですよね。このロッド見てもらって分かるように非常にこうレギュラーテーパー竿全体がね綺麗にこう曲がるようなしなやかに曲がるようなセットになってます。で、なんでこれがいいかというと要はねキャストの時にこうしっかりと竿がねこうしなってくれるんですよ。あんまり力を入れなくても綺麗にこうしなってくれる、まあ、そうすることによって、
まあ、ものすごくこう有効な力がこのルアーに、ね、伝わって、まあ、飛距離が出ると、まあ、そういうメリットがあるんですよね。まあ、ところが、まあ、今日もね、いい魚、まあ、かかったんですけども、ああいう場所でこうロッドをかけた時にただしなやかなだけだとどうしてもこうバスに主導権を握られてね、まあ、カバーに突っ込まれて、バスをランディングできなかったり、まあ、そういうようなこうリスクがどうしても伴っちゃう。まあ、ところが、まあ、このシマノの、まあ、ロッドであれば、スパイラル X、 それからハイパー X っていうね、まあ、そういうロッドの技術、シマノ独自の技術を使うことによってしなやかに曲がるんだけれども曲がってからこうもうパワーを発揮すると、まあ、非常に粘り強いロッドができている、まあ、その最適なリールと、まあ、さらにその専用に設計されたロッド、これを組み合わせて使うことによって、まあ、実際の釣りっていうのがよりクオリティの高いものにこうレベルアップできると。小野さんはさっき打ったポイントがどうしても気になっていた。流れ込みに絡んだブッシュのポイントだ。再び入り直す。かと思ったらちっちゃいバスだった。かわいい。カバー越しに一本小さいバスでした。マイクロバスか。野池のビッグバスを求めて小野さんのベイトフィネスフィッシングは続く。理想のロッドアクションにねじれは大敵でした。新構造ロッドテクノロジースパイラル X、 カーボンテープを X 状に巻き上げねじれを追放しました。芯から強くなれ、シマノ。その瞬間、その瞬間、いかにステナであり続けるか。全ての一瞬が至福になる。ステラ is here。 海の状況がね、直感的に分かるの。ワクワクするよね、画面が真っ赤になると。もうここしかないってポイントで集中できるから、夢に出会える確率がぐっと上がるっていうか、そんな気がするんだよね。夢との出会いを形に、探検丸 CV。 海中を支柱にコンパクトな探検丸ミニ、シマノ。足を使って次々ポイントを移動する小野さん。降りられそうなヘラ台を見つけ突入する。こういうちょっとしたね、ブッシュのところでも、まあ、ベイトフィネスであればフィネスタックルで、まあ、フィネスリーグで攻められるって感じですね。やっぱスピニングがちょっときついですよね、こういうとこ。かなりの高確率でバラすと思います。太いラインが与えてくれる安心感は
思いのほか大きい。バスがいると分かっていてもライトラインゆえに攻めきれない歯がゆさに決別できる。ベイトヒネツはもはや必要不可欠なテクニックと言っていいだろう。よし、うわぁ小さいぞ、飛んできたラインが横に走って期待しましたが赤ちゃんでした。三度流れ込みとブッシュのゴージャスポイントへ。セオリー通り手前から探っていく。流れ出す流進付近では当たりがない。左側のカバーにゆっくりとワームを落としていく。来たっぽいよ。よし、来た。おっしゃ。よし、抜きます。よっしゃー、おりゃー、釣った。ついにビッグなやつ。何度も入り直した小野さんの粘り勝ちだ。よし、いた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 。もうやっぱり手元だったね。足元、もうこの足元が良さそうだったんで、もう真下に落としたら一発一撃でかい。ベイトフィネスじゃ取れない魚だよね、これ。フィネスリーグだったら、普通のフィネスだったらもう取れない。まあ、あの足場が高いっていうところもあるし、もうちょっと無理を承知で、でも8ポンドラインなんで、まあ、十分これぐらいのバスだったら抜けるし、グロリアスのパワーを信じて抜き上げました。どうだ。入り組んだポイントから難なくビッグバスを抜き上げる。これがベイトフィネス。年々高まるフィッシングプレッシャー、それに対抗すべくアングラーが生み出す新しいテクニック。この知恵比べこそバスフィッシングの面白さであり、奥深さでもある。期待と待ち焦がれた出会いと、豊かな自然と豊かな時と、あの興奮を、あの感動を、釣りが私たちにもたらしてくれるもの、シマノ。理想のロッドアクションにねじれは大敵でした。新構造ロッドテクノロジースパイラル X、カーボンテープを X 状に巻き上げ、ねじれを追放しました。芯から強くなれ、シマノ。2012年の夏にね、もう本当にベイトフィネス専用のリール、このアルデバランBFS-XG という名前の理由なんですけども、これがリリースされます。ベイトフィネスシステムの専用のノウハウというのが大幅に積み込まれたリールなんですね。まずはこのスプール、これはね、スプールに関しては基本的に、ユメアの BFS スプールというのがメインです。マグネシウム合金の非常に軽いスプールで、軽量なルアーも飛ぶというのが、ベースなんですけれども、さらにSVS システムがリニューアルされました。このね、ブレーキシュー見てもらえば分かると思うんですけれども、中型と小型のブレーキシューを組み合わせて、全部で8つのシューですね、
これをオンオフを組み合わせることによって、まあ、さらに調整範囲が広い、まあ、細かいブレーキセッティングができる、まあ、本当にルアーに合わせた、ね、ブレーキセッティングができるので、軽量ルアーもより遠くに投げやすく快適に投げることができる、まあ、こういったメリットがあります。まあ、さらにですね、この本体自体にも大幅なモディファイが加えられています。でそれは何かというと全体的にね、ギュッとコンパクトになったんですね。これノーマルのアルデバランと比べてもらってもう一目で分かると思うんですけども、まあ、非常にコンパクト化されてるんですよ。コンパクト化されたボディ、まあ、コアフィットボディっていうふうに言われてるんですけども、ハンドルサイドで 2.5 ミリこのリールの足に対して、ね、内側にオフセットされてます。まあ、さらに、このパーミングプレート側ですね、しっかりと握り込む方側は 3.5 ミリオフセットされてる、まあ、それだけ内側にオフセットされてるんで、まずは握り込む側これね非常にこう手のひらにさらにすっぽりと入るようになって細かいロッド操作とかあるいは繊細な感度これをさらに強化するんですね。まあ、ですからベイトフィネスの繊細な釣りでも、今まで以上に、繊細なロッド操作あるいはわずかなバイトも捉えるような感度こういったものが上がってます。ちなみにサイドプレート側ねこれ CI4 プラスを、まあ、これはね、バンキッシュスピニングリールのバンキッシュだったりあるいは、このグロリアスのリールシートなんかにも使われているものなんですけども、CI4 プラスを採用することによって、軽量化もされているということがあります。あとねこのハンドルノブの方も非常に、これ効果的で、まあ、僕の場合右利きです。ですから利き手ではない左手でこうハンドルを巻くことになるんですけどもどうしてもこのねやっぱり利き手じゃない分グラグラしちゃうんですね。ところがこのハンドル位置が 2.5 ミリ内側に、オフセットされることによってそれが格段に巻きやすくなるんですね。非常に巻きやすい、まあ、こういったメリットがあります。そしてねあとねこれね裏技としてねこれシェイクしますよね。ラインスラックなんか取るときにこう中指で右手の中指で要は左手でハンドルを巻くんですけども普通は中指で左手を使わずにこうリールをこう回転させて糸ふけ取ったりすることがあるんですけどもそのためにこのスタードラグのドラグノブっていうのが6本のドラグノブ、まあ、今まではねこれ5本の、まあ、まさにスタードラグ星のようなドラグだったんですけども6本になることによってより弾きやすい、まあ、さらに、ハンドルがオフセットされたことによってこのスタードラグの位置はさらに5ミリ内側にオフセットされてるんですね、まあ、届きやすいんでそういう細かいこうライスラックなんかも取りやすい要は本当に実調主義な、ねボディの形状になってます。でその秘密っていうのがこのキャスティングコントロールノブキャスコンのノブがね、通常はハンドル側にあったのをパーミングプレート側に移してるんですね、まあ、内側に移してることによってこの全体のコアフィットボディコンパクト化に貢献してるこういった秘密があるんですね。でこういうねこのモディファイっていうのはもうシマのワークスメーカーにしかできないものなんですよね。もちろんコアフィットボディ、ボディ全体がコンパクト化していることによって自重自体もさらに軽くなってます、まあ、従来のアルデバランが自重 155g に対して 145g もう本当に最軽量なんですよね。もう実際このグロリアスのベイトフィネスのロッドとコンボして持つと本当に軽いですね。もう手が上に上がっちゃうぐらい軽いんですけども、まあ、軽くなってます、そしてねギア比の方もなんと8対1というシマの最速のギア比これが、搭載されているんですね。ですからライトリグで、要はピックアップして次のキャストに移るような手返しも大幅にアップするという、まあ、まさにねベイトフィネスの釣りにはもう完全無欠の理由っていうのが、このアルデバラン BFS-XG と、まあ、そういうふうに言えると思います。ロッドなんですけれどもロッドもベイトフィネス専用のロッドっていうのが用意されています。まあ、こちらはね、去年リリースされたグロリアスの、BFS64 のマルチロール、まあ、さらには68のロングディスタンスというロッドなんですけども、まあ、両方ともね、ワームのライトリグを念頭に開発されたロッドです。でまず、この64のマルチロールなんですけども、まあ、非常にね、しなやかな柔らかいアクションというのが特徴です。やはり、ライトリグを使うんで、まあ、ライトリグの、まあ、非常に軽いウエイトでも乗せやすい、まあ、レギュラーテーパーのアクションですね、まあ、さらには繊細なバイトも逃さない感度あるいは、ね、軽さこういう操作性も合わせて
まあ、非常にライトリグを細かいテクニック、シェーキング、ポーズ、ズル引き、まあ、こういったテクニックで、食わせることもできる。あるいはバスがバイとしても違和感を感じさせないソフトティップで十分に食い込ませることができるロッドです。次に、この68のロングディスタンスなんですけども、これはですね、5グラム前後の非常に軽いルアーをノンキャストすることを念頭に、デザインしたロッドです。まあ、レングスはね、68、6フィート8インチで、長めのセットになってます。まあ、この長めのセットでレギュラーテーパーでしっかりと5グラム前後のルアーの上と乗せてノンキャストに、要は人が届かないような場所もこのロングディスタンスの価値で攻略することによってビッグバスを狙って飛ぶと、まあ、そういったタイプのロッドですね。